ちは。今回はちょっと珍しいものを買ってみました。すごいパリパリのお菓子なんですけど、ほうれん草、トマト、かぼちゃ、紅芋の味がついている未知なお菓子です。食べたことないのでちょっと楽しみです。いただきます。
1箱買ったんですけど、他にもプレーンのやつとか黒ごまがありました。6つ入りで1000円くらいだったと思います。三重県の物産展みたいなところで見つけました。三重の方は結構有名なんですかね。めっちゃくちゃ美味しかったです。久しぶりにカリッカリのものを食べた気がします。この動画